綺麗な。わー、怖い。絶景です。バイバイ。おかげさまでジャンボツアーズは創立35周年を迎えました。そこで記念ツアーとして特別プラン満載のカンボジア・シェムリアップへの旅をプロデュース。この記念すべきツアーにカンボジアを選んだ背景には、ジャンボツアーズがかねてから取り組んでいるゆいまーる小学校プロジェクトがあります。1991年の内戦終結から立ち上がり発展を続けているカンボジアですが、いまだ農村部では学校の数が十分ではなく、教育を受けられない子どもたちが多くいるのが現状です。ジャンボツアーズはそんな子どもたちのために学校を建設する活動をしています。現在までに小学校2校、中学校と高等学校を1校ずつ開校してさまざまな支援を続けており、その活動もスタートから10年を迎えました。そんな晴れがましい年を記念して組まれた今回のツアーは、ジャンボツアーズにしかできないスペシャルな旅となりました。ジャンボツアーズオリジナルプランが満載のシェムリアップ観光。ゆいまーる小学校や中学校の子どもたちとの心の交流。体験してきたのは私たち JJ ガールの5人です。沖縄とカンボジアを結ぶのはゆいまーるの心。感動盛りだくさんの旅の記録です。2015年8月5日、私たち JJ ガールの5人は那覇空港国際線ターミナルにいました。ジャンボツアーズのチャーター機で行くカンボジアシェムリアップのツアーに参加するためです。チャーター機だから面倒で時間のかかる乗り継ぎがなく、那覇から直接目的地に降り立つことができるんですよ。乗り継ぎでは片道10時間以上かかるところ、チャーター機だと那覇からカンボジアシェムリアップまでおよそ4時間半。シェムリアップはカンボジアの中央にある大きな湖トンレサップ湖の北に位置する町です。世界遺産アンコールワットを含むアンコール遺跡群の観光の拠点になっている町で、一年中多くの観光客でにぎわっています。さあ、あっという間にシェムリアップ国際空港に到着です。カンボジア着きました。暑いです。めっちゃ暑い。ジャンボツアーズご一行様、何やらたくさんの段ボールとともにカンボジア入国です。ダンボールの中身気になるところですが、答えはまた後ほど。空港ではジャンボツアーズ提携のレンジガイドさんたちが迎えてくれましたよ。ガイドさんのカーも撮ってる。皆さん日本語もお上手。日本語のできる現地ガイドさんがついてくれるというのは安心ですよね。JJ ガールはここで二手に分かれます。ミノ、カナエ、モエカの3人は交流コース、ナオミとサヤカの2人は観光コースです。それぞれの旅が始まります。ミノ、カナエ、モエカの3人が参加した交流コースは、大学生中心の若い世代を対象にしたツアー。カンボジアの子どもたちや若者たちとの交流をメインにした4日間を過ごします。まず一行がやってきたのは、
山本日本語教育センター。10代後半から20代前半のカンボジア人学生たちが学んでいる日本語学校です。買います。私は緑のヘビを飼っています。かわいいですね沖縄の人よりかも丁寧な言葉しゃべりみんな敬語だろ。感動した。ありがとう。なんていうんですか。ありがとう。アンコン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 。何歳ですか。21歳です。21歳。私も21歳。交流コースではこの後も彼ら日本語学校の学生さんたちと交流しながら、いろいろお手伝いもしてもらうことになります。次に一行が訪れたのは近くの市場。何を買いに来たのかな。じゃがいもとドッジボールのボールとスポンジ。グループごとに分担して明日からの交流イベントのための材料を調達します。15キロと日本語学校の学生たちにも手伝ってもらいました。市場に入ると、お、なんだか那覇の公設市場に雰囲気が似ていますね。こちらは農連市場かな。あ、じゃがいもありましたよ。何やら交渉中。さっきの店では1キロ4ドルで買ったけど、今は1キロ 3.5 ドルで交渉してるそうです。じゃあ 3.8。 ありがとうございます。もう15キロ届ったってすごい。ミッション無事成功です。イエーイ。やりました。パチパチパチ。皆さんありがとうございました。一方、私たち観光コースはバスに揺られること1時間。街を抜け、田園風景が広がってきました。着いた。着きました。これからトンレサップ湖ですよ。東南アジア最大の湖、トンレサップ湖クルーズに出発です。この船に乗っていきますよ。バイバイ。かわいい。地元の人が漁師してる。トンレサップ湖へ流れ込む川のほとりは人々の生活の場になっていました。すごい家がびっしり、あっちまで。なんか生活してる様子がすごい見える。コンポンプロック村はカンボジアの土着の人々が湖や川の恵みを糧に暮らしているほとりの村です。地元の人たちが使う船乗り場から出発するのはジャンボツアーズならでは。そのおかげで人々の自然な暮らしぶりを見ることができるんです。ほら、電気も水道も通ってないって言ってたので、どうやって生活してるのかな。なんか本当、水、この湖が生活のなんていうの、この源じゃないけど、魚取って自給自足してるんだなってクルーズしながらすごい感じます、ね、なんか子供たちも楽しそうに生活、水遊びしてて可愛かった。すごい広い。開けました。湖っぽくなってきた。おお、広い、果てしない。自然の雄大さ、その自然と足並みを揃えて共に暮らす人々、都会の暮らしとは別の豊かさがそこにあったように思います。2日目は夜明け前のアンコールワットから始まりました。
おはようございます。おはようございます。今朝の5時半です。カンボジアアンコールワットの日の出鑑賞に行ってきます。行ってきます。眠いけど楽しみ。アンコールワットに登る朝日を見るためにたくさんの観光客が集まっています。日の出はもうすぐ。世界遺産アンコールワットの後ろから太陽が顔を出しました。神秘的な空気に包まれ言葉を失いました。交流コースの2日目は前の日に市場で買ってきた野菜の下ごしらえからスタート。料理します。人参に玉ねぎにじゃがいも、もうお分かりですか？そうです、カレー。この日交流コースは地元の小学校を訪問してカレーライスを振る舞う予定になっていました。この日のシェフジャンボさんから何やらアドバイスも。僕日本は結構好きやから、あの粗めに切ったやつと細切りと入れて、細切れは短いのをやっても取り込んじゃうんで甘みが出てくるじゃないですか。で大きく切ってるやつ、人参、まな板使わないで手で、手餃子、昔からまな板がないのでこうやって教えられたそうです、こういう風に習ったそうです、親から。すごい、めっちゃ日本じゃ考えきれないですね。料理を通した異文化交流、これも貴重な経験となりました。完成、イエーイ。もみんなで切りました。結構な量ですよ。結構大量の材料を積んでいざ小学校へ出発です。向かったのはシェムリアップからおよそ50キロのところにあるスピアントック村。小学校へ向かう道には農村ののどかな風景が広がります。1時間ほど走って到着したのは田園風景の中に立つ、その名もジャンボツアーズ沖縄ゆいまる小学校。キラキラした笑顔の子どもたちから熱烈な歓迎を受けました。嬉しすぎてちょびっと涙が出ちゃいました。ジャンボツアーズ沖縄ゆいまる小学校は2005年に開校しました。現在およそ350名の子どもたちが通っています。ゆいまる小学校プロジェクトでジャンボツアーズが建てた最初の小学校。谷村社長は毎年子どもたちを訪ねては絵本やスポーツ用品、自転車などを寄贈してきました。こういった食の交流というか、今回は初めてです。いつも街でキャンディーとか、いろんなものをプレゼントとして買って持ってきてあげたりしたんですけど、ここに来てこうやって作るのは初めてですね、はい。子どもたちはすごくお腹減ってると思うんで早く作ってあげてあげないといけないですね。その頃、教室では嬉しいね、この喜んだ、ね、シャボン玉に子どもたち大興奮。この子どもたちの様子を見て元保育士の萌香思うところがあったようです。シャボン玉とかも日本の子たちって取り合いになるじゃないですか。そういうのもなく自然に分け与える、それもなんかすごい感動したし、一緒に過ごしててなんか途中途中涙ぐむ。こちらの教室では
歓迎の演奏会が開かれていました。で毎日三線の勉強をしているかなえ、子供たちの歌声がかなえの心に響きました。毎日こんなして三線で島唄弾いてて、日本の人にもちょうど沖縄もね戦後70周年なんですよとか言いながら毎日演奏してるから、こんなところで島唄、しかも今度ここの言葉を使って歌ってて、本当にやっぱ世界、なんて言うんだろう、本当に世界が平和であってほしいなって心から思いました。かなえからも演奏のお返しです。アルバムをめくり、ありがとうってつぶやい、美味しいカレーができた予定でございます。予定でお願いします。シェフ、もうお腹限界です。さあさあ、お昼にしましょう。皆さん、これが日本のカレーライスですよ。出来上がり。早速、はい、配ります。食べてくれるといいけど。食べてます。よかった。いっぱいあるよ、おかわり。日本の子は野菜の好き嫌いとかで食べないけど、こっちの子たちは何でも食べれるのは食べる。大きい野菜もどんどん食べるじゃないですか。そこの違いもあるなって。食後の校庭に子どもたちが整列しています。何が始まるのかな。この箱は日本からツアーの一行が持ってきたもの。中身は何かというと、運動靴。日本の子どもが小さくなって履けなくなった運動靴を集めて、アジアの恵まれない子どもたちに寄贈している団体レッドバードから預かってきたものです。小さい子どもたちから順にサイズの合う靴を配ります。ち
ょっとチャンティ履けるか見てください。よいしょ。スーパーマンじゃん。大人たちが総出で靴を履くのを手伝いました。みんな嬉しそう。ママ、お金が、うわ、かっこいい。あ、な、プロさん。沖縄のこの UMR というのはその助け合いということで、例えてた今回、レッドバードさんから、まあ、使われた靴なんですけれども、すごくそれを再生というかキレックしていただいた靴を500足いただいて、これ届けられているのも僕は助け合いの UMR の一つじゃないかなと、大きなポイントだと思っています。僕たちは旅行会社をやってて、沖縄とこの空がつながってる中で、まだまだこういうところで僕たちの恵まれた環境と比べて、何もないところに身の丈に合わせたことで、どん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 この土地にいろんな形をやっていけたらいいなと思ってます。自分たち普通と思ってたあのシャボン玉とか無邪気に笑ってる姿を見て、僕なんか自分たちも笑顔もらいました。内容聞いてすごい楽しそうだなと。ただ海外に行くだけを一歩踏み込めるかな。なんか普通に旅行に行ってこう現地の人と交流するって自分からはちょっとできないので、こういうシステムとかカリキュラムで行けるとちょっと手助けもあるんで行きやすいかなと思って予想以上にもう、はい、楽しんでますな。楽しい時間はあっという間。かわいいね。うれしい。別れの時。元気だよ。じゃあね。バイバイ。楽しい。バイバイ。さよなら。さよなら。バイバイ。バイバイ。ずっと手振り。私たちがバスに乗っても子どもたちはずっと手を振り続けてくれました。バイバイ。はいちゃん。ごめん。やばい。なんて言ったら言葉は何も通じなかったんですけど、お互い喋れないから、でも何かこの音楽でお互い感じ取って何かが伝わった感じがして、あめっちゃ感動しました。本当に来てよかったなって思いました改めて。なんか普通に自分たちがちっちゃい頃とかの暮らしている暮らしとかなんか照らし合わせて考えたら本当に考えさせられたし、来ないとわからないなここはってなんか思いました。すごいいい経験になりました。心と心の交流が生まれたひとときでした。ジャンボツアーズカンボジアシェムリアップへの旅、観光コースの2日目はアンコールの遺跡巡りです。アンコール遺跡というのは有名なアンコールワットだけではありません。半径数十キロ圏内に数えきれないほどの遺跡が点在する遺跡群なのです。この日は世界遺産に登録されているエリアにあるアンコールトムアンコールワットなどの遺跡を回りました。
跡巡りの終盤、ものすごいスコールに振られてしばし雨宿り。でもその後虹が出ました。なんか全然朝と昼とでは違ってて、なんか時間によって違うアンコールだったので、ね、景色を見れるかなって。虹がかかったんですよ。 それがまた幻想的で神秘的でラッキーですよね。こんなの毎日見れることじゃないと思うので、すごい綺麗でした。そして一日の最後は夕暮れ時のゴンドラクルーズ。アンコールトムを囲む水辺にゴンドラを浮かべて暮れる空を眺める、なんて贅沢な時間なんでしょう。眠くなってきた。心地いいですね。この水の音と風と。小さいサイズが余ったので、これから子ども病院のところへ行って靴をプレゼントしたいと思います。みんな喜んでくれるといいね。いっぱいかわいいのもかっこいいのもあるから。向こうまでしか入れない。ここまでしか入れない。ここまで。子ども病院の前で診察開始を待つ親子に声をかけました。続々と親子が集まってきます。みるみるうちに人だかりになりました。喜んでました。めっちゃ喜んでました。もうすぐあっという間だった。もう秒です。子供たちがおこんってありがとうって何回も言ってました。まだまだもらってない子たちがいたので、それはちょっと心苦しいけど、でもある分を渡せたのは本当に良かったと思います。バイバイ。喜んでる。ミルクプレスよったよ。交流コース3日目のメインイベントは、ゆいまる中学校高等学校のみんなとの運動会。生徒たちからはまたまた大歓迎を受けました。ジャンボさんはこの日もシェフとしてカレーライスの仕込みに余念がありません。校庭では運動会の準備が急ピッチで進んでいます。何もかも手作りの運動会。カンボジアには体育の授業がないそうです。彼らは運動会自体も生まれて初めての経験。ツアーメンバーはそんな彼らのために初日からこの運動会の準備をしてきました。じゃーん。できました。3人で、はい、協力して一つの花を。難しかったです。参加賞のメダルを作ったり、ルールの確認や進行の仕方の相談、玉入れの玉も手作り。手作り運動会、さてどうなる。今日はみんな沖縄からですね、皆さんに会いたいということで、ここに訪ねてきてくれました。皆さんがぜひ今日天気もいい間に、楽しい交流をしましょう。先生、僕たち、私たちは一生懸命大会を盛り上げ、カンボジアの青空の下、正々堂々と戦うことを誓います。2015年8月7日
はい、ありがとうございます。皆さんで今日は盛り上げて頑張っていきましょう。しみの夜やいそさちのどんどんあってしみなりんなよきこでくさんしんかたみてとでわたしのうたべしりきらちもらなくぬがないやさっさ、はい、いいやさっさ、はい、いいやさっさ。カチャーシーで体も心も温まったところでいよいよ競技開始。ジャンボツアーズチーム対カンボジアチーム。馬跳びはカンボジアチームに軍配。頑張った。お次は玉入れ。カンボジアの勝利です。また負けました。やっぱり説明しながらやるの難しいですけど、でも予想以上に盛り上がってくれているのですっごい嬉しいですね。嬉しい。お昼休憩、カレーライスの時間だよ。午後はトラック競技です。先生も生徒も大人も子供も全員参加の全員リレー。閉会後、初日にみんなで作ったお花のメダルを贈呈。みんな本当に喜んでくれました。すごい子どもたちのパワーに圧倒されました。もっと先生もいたらいいなっていう話もしてたので、なんかこれから自分たちにできることって何かなって考えるきっかけにもすごくなりました。来年も行きたいと思ってます。プレアビヒアはシェムリアップからおよそ100キロの距離、カンボジアの北の端、タイとの国境付近にある遺跡です。途中からピックアップトラックに乗り換えてさらに山道を行きます。すごい。
シャープトラックから降りてからも坂道を歩いて登ります。着きました。これがプレアビヒアです。着きました。到着しました。やっと、最初に目に入ってくるのはプレアビヒアの第一塔門です。なんかカムジャのお金にも、はい、こちらの遺跡が印刷が載っています。これ2000ディエル2000ディエルです。そのお金はなんかこちらの遺跡が世界遺産に登録されてからそのお金が作りました。だからみんなが知ってます。なんかカムジャ人も知ってます。有名になります。はい、フレアビヒアは2008年に世界遺産に登録されました。標高500メートルから600メートルの斜面に全長800メートルにわたって建てられた寺院の遺跡。遺跡の中に入ってからも山頂に向かってまだまだ登ります。でもちょっと下の方にはちょっと大きいカメ、カメの風が気持ちいい、うん、やっぱり高いからですかね、標高が。登りたいです。登りたかったらいいですが、ちょっと注意してください、ね。はい、わー、怖い怖いです、怖い。でもすごい絶景です。本当絶景、見て、見渡し見てください。本当雲が手が届きそう。そして雲の影がこう地面に映ってて、うん、すごい広い。この景色本当持って帰りたい。うんうん。標高625メートルから見下ろすカンボジアの大地。登ってきた疲れがすっかり吹き飛ぶ絶景でした。世界遺産プレアビヒアの感動はしっかりと私たちの心に刻まれました。私たち JJ ガールおすすめのシェムリアップ観光情報をご紹介。まずはホテル。私たちが泊まったル・メリディアン・アンコールはアンコールワットに一番近いリゾートホテルです。朝食ビュッフェは優雅で美味しかった。 Thank you。 オムレツです。美味しかったといえば、私たちが食べたカオラム。竹筒に入って焼かれたほんのり甘いおこわです。旅の途中、おやつ感覚でどうぞ。おいしい、おいしい、手が止まらない、おいしい。おやつ感覚といえば、ヌンパンパテも美味しかった。フランスに統治されていた歴史を持つカンボジアはフランスパンが美味しいので、ぜひ食べてみて。続いてはショッピング。オールドマーケットは地元の人と観光客が入り混じって賑やかな市場です。カンボジアのお土産はほとんどここで揃いますよ。夜のシェムリアップも賑やかでした。ハブストリートには欧米やアジアからの観光客があふれかえっていました。ナイトシーンも充実しています。
ジャンボツアーズの真骨頂はだけじゃない、交流だけじゃない、観光だけじゃない、私たち欲張りなんです。いよいよ来ましたって感じということで、最終日の4日目は交流コースは観光へ、観光コースは交流体験へ出かけました。あ、顔がありますか。寝かすと多分美味しくなりそうですね。いいお土産になりました。僕は旅行業をやってますから、お客様と感動を共有したいだけなんです。国と国とは違う文化がいろいろ見てご紹介し、僕は両方の国が交流されて、やっぱりこれってすごいいい民間レベルでの国際交流の、そして旅っていうのは平和産業の最たるものだと思うんで、これがやることによってカンボジアとその日本の中でも沖縄とのいい、グッドリレーションシップというかいい関係が構築できたら、我々民間旅行会社としても非常に、ありがたいなと思って続けていきたいですね。身の丈に合わせたことでどん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 この土地にいろんな形をやっていけたらいいなと思ってますし、この土地で得れるものがいっぱいあのお客様に還元できたら、それはお客様にツアーの満足度として帰ってくれば、僕はこう回ってきているような旅行業としてですね、やっぱり目に見えないものを見てますから、旅って本当にエキサイティングで非常に泊まって、あの去年はこうだからっていう、それではもう旅行っていうのは終わっちゃうと思うんで、お客様のより満足いただけるツアーを作っていきたいなと思います。カンボジアの旅から戻って1ヶ月後、沖縄の地で JJ ガールが再会しました。私、山里直美はこの日どうしても行けず、やむなく欠席。こうカンボジアから帰ってきて、なんか自分たちで何かできることがないかなみたいなっていう風に思うようにはなったんじゃないですか。きっかけにはなって、なんか旅ってなんだろう、形なんかこうね、残らないけど、なんかそれを通じてね、歌詞書いてね、一人ずつそれを曲にしようみたいな自分たちで決めたんです、はい、やろうって、やろうって普通のなんか旅行だったら現地の人とあんまり触れ合う機会ってなくて、うん、ないだけど、ね、今回はめっちゃなんか学校行くね、触れ合わないと本当にわからないものがあった、うん、本当にね、何年先もずっと続いてほしいの。ねえ、本当に。プレアビヒア遺跡の時の頂上とかはもう本当今でも忘れられない。なんか本当持って帰りたい感じ。切り取って、はい。自分たちもちゃんと物も大切にすることもだし、なんていうの、この環境に感謝しながら本当に生きていかなきゃなと思いました。なんか、ああ今幸せだなって思う瞬間とか口にしてしまう瞬間が多くなりました。小さな幸せがいっぱいあるから。私その時履いていった靴がちょっと古かったので、荷物になるから帰る時に捨てようと思って持ってきた靴なんですよ。でも小学校でそういう光景見ると、もう捨てようにも捨てきれなくて、家族でスムージー屋さんを
茶飲んでるところに女の子が一人座ってたので靴をあげたんですね。そしたらもうその両親も一緒になって喜ぶし、よかった、あげてよかったと思って。みんなの心を少なからず揺さぶり動かした今回の旅、カンボジアの大地、カンボジアの空、カンボジアの歴史、そして何よりカンボジアの人、地元の人たちの心と触れ合うことができたから、私たちの心に何かが灯ったんだと思います。あの旅を体験した人だけが得られる心の財産をあなたも探しに出かけませんか。さあ今回35年という節目を迎えて、このカンボジアアンコールワット、まあ、アジアのお宝の方に今回も8月の4日の日に沖縄那覇空港からシェムリアップまで直行チャーター便で行けるコースを3コースご用意しました。あの天空のプレアビビアの遺跡群、そしてお泊まりがルーメリディアンホテル、今回もご用意しました。さあもう一つはボランティアのコース、最初に作った学校もひびが入ってたり、やはりきつい気候の中で、そして今回はペンキを塗ったり少し修復のことを皆さんで手伝っていただき、運動会で汗を流していただくようなプランも作りました。最後に、8月7日にアンコールワットの遺跡をインターナショナルマラソンがあります。フルコース、ハーフともにございます。朝の早い時間にアジアのお宝アンコールワットの遺跡群を満喫していただいて、マラソンでこの遺跡をまたぐるっと回る、一生に違った記念を今回のこのチャーターで作ってみませんか。